バスターはガレージでお昼寝の時間。良いお昼寝をバスター。でもこれは誰？ロボットバスだ。しまった、いたずらをしようとやってきたんだ。見て、バスターみたいに姿を変えたよ。ヤンスカウト、サッカーの試合に向けてボールを蹴る練習をしてる。ロボットのバスターが来た。スカウトはロボットをバスターだと思ってるみたい。どうしよう、ロボットバスがスカウトのボールを潰しちゃった。なんてひどい。かわいそうなスカウト、とても悲しそう。ジープのジェシーだ。青信号を待ってるね。あ、来た。おっと、危なかったね。ロボットバス、またいたずらをしに来たんだ。どうしよう、ジェシーは本物のバスターだと思ってる。あ、ロビン、気をつけて。ロボットバスはあまり親切じゃないよ。かわいそうなロビン、ロボットバスは意地悪いね。やあ、ディガン、ブロックで遊んでる。困った、ロボットバスも遊びに来たよ。ディガーが組み立てたピラミッド壊しちゃった。ロボットバス、何もかもめちゃくちゃにしてる。本物のバスターがお昼寝から起きたよ。どうしよう、みんなバスターにカンカン。ロボットバスが君だったと思ってる。君がいたずらをしたんじゃないってどうやったら証明できるかな。ロボットバスがもっといたずらをしに来た。急いでディガー、屋根にスイッチがあるから。あ、悪いことをするスイッチがオンになってた。いいことをするスイッチをオンにして。よくやったねディガー、これで大丈夫。ロボットバス、もういつも通りみたい。よくやったねみんな、危なかったね。ロボットバスは街全体を脅かすところだったよ。またねみんな。とても風が強い日の農場。見て、テリーはバスターに何か見せたいものがあるみたい。やあ、熱気球のモンティだ。テリーの昔からの友達なんだ。挨拶してバスター。風船のように空中に浮かぶのはとても楽しいに違いない。でも風が出てきたよ。モンティが飛ばされてしまわないといいけど。そんな、ロープが切れてモンティが風に飛ばされてる。急いでバスター、モンティを追いかけないとどこに行っちゃうかわからないよ。モンティはとても高いところにいる。どうやって下ろしてあげる。見て、ロープだ。バスターは何を思いついたんだろう。みんな急いで、先回りしないと。バスターは何をするんだろう。そっか、投げ縄。ロープで捕まえてカウボーイ。あ、惜しい。でもモンティはまだ流されていくよ。モンティを救う方法はあるはず。バスター、何があったの。アイスクリームトラックのイギーだ。たくさんの風船をつけてるね。バスターの考えはきっと、見て、バスターは風船を全部自分につけて空へ飛んでくよ。その調子バスター、君ならできるはず。モンティを捕まえるんだ。あとちょっと。あとちょっと、あとちょっと、捕まえた。よくできたねバスター、危機を乗り越えたね。モンティはとても感謝してる。モンティ、今度はしっかりとつながれてる。あの風船のように飛んでいくことはないね。よくやったねバスター。やあバスター、何を持ってるの。アイスクリーム、とても美味しそうだね。おや、どうしたのバスター。歯がグラグラしてる。これは良くないね。甘いお菓子の食べ過ぎかもねバスター。あらまあ、とても痛そう。かわいそうなバスター。いい考えだねロビン。バスターは歯医者さんに行って抜けそうな歯を見てもらうといいね。大丈夫バスター、そんなに怖くないよ。おいしそうなロリポップ、でも抜けそうな歯には良くないと思うよ。うわー、今のは痛そうだったね。リンゴはどうバスター、それほど甘くないよ。あ、バスターはもう何を食べるのも怖いみたい。
歯はまだ痛いね。かわいそうなバスター、何かしないとね。そうそう、ロビン、助けを呼んできて。誰か来たよ。救急車のアンバーだ。彼女ならどうしたらいいか知ってるはず。怖がらないでバスター、アンバーが助けに来たよ。勇気を出して口を大きく開けて。さあバスター、大きな口を開けて、アンバーに歯を見せて。どれどれ、とても痛そうだねバスター。最初の乳歯が抜けかかってるみたい。大人の歯に生え変わるから心配しないで。ここはアンバーに任せよう。歯ブラシ、歯磨き粉をチューブから絞って、右へ左へ歯を磨こう。上手だねバスター、ピカピカになったね。そしてお口をすすいで。歯を磨くことはとても大切。よくやったねバスター。アイスパックで痛みが和らぐよ。ほらね、そんなに怖くなかったでしょ。ありがとうアンバー。わー見てバスター、グラグラしてた歯が抜けてる。これでもう大丈夫。新しい歯にすぐ生え変わるよ。よくやったねバスター、とっても勇気があったね。バスター、お家の外で泥水で跳ねて遊んでる。見て、おじいちゃんバスだ。おっと、二人とも泥だらけ。でもおじいちゃんに考えがあるよ。バスターをどこに連れて行くんだろうね。洗車だ。綺麗になるためだね。やった。あれ、もう洗剤がないみたい。あ、あった。おじいちゃんが洗剤を少し入れて、バスターが洗車をスタート。いってらっしゃいバスター。あれれ、おじいちゃんバス、たくさん洗剤を入れたね。バスターが泡だらけ。いたずらだね、さすがおじいちゃん。次はおじいちゃんの番。バスターに考えがあるみたい。仕返しだね。おじいちゃん泡だらけ。おかしいね。あ、トラクターのテリーが洗車をしにやってきたよ。うわ、入れすぎはダメだよバスター。泡が溢れ出してる。あらら、泡に埋もれちゃったよ。オーティスはよく思ってないね。さあ、きれいにしよう。やれやれ、なんて一日。やあバスター、それは何？サッカーボール？あ、見てバスター、友達はみんなサッカーの試合をしようって並んでる。もう一人選手が必要だって。参加してみなよバスター、きっととても楽しいはず。行くよ。あー遅すぎたねバスター。セメントミキさんの CJ がシュートしようとしてる。チープのジェシーをブロックできるかな。頑張れジェシー、君ならできる。あー惜しい。ゴール、ナイスシュート CJ。 ナイスヘディングバスター、上手だ。キックだねスカウト、完璧なブロックディガー。スカウトがディガーからボールを取り返したよ。スカウトがゴールに向かって走ってる。行けスカウト、できるよ。誰もスカウトにはかなわないね。ゴール、それでこそスカウト。ジェシーからスカウトへ、スカウトがパス、ディガーのうまいキックでバンディットへ。ちょっと乱暴だよバンディット。バンディットはゴールを決めるのかな。ジェシー今度は守れるか。あらまあ、ジェシーはボールを割っちゃった。これで試合は終わり。ああよかった、オーティスが予備のボールを持ってた。試合再開。いい試合になってきたね。バスターはゴールを目指して走ってる。そんな、バスのバンディットがバスターに割り込んだよ。これはファール。よく見てたねロビン。バンディットにレッドカード。ロビンはバンディットを退場させてる。乱暴すぎるとこうなるんだね。バスターはペナルティーシュートができる。頑張れバスター。ゴール、
決めたねバスター試合に勝ったよ。トロフィーまでもらえたね。とても楽しかったね。バスター、今日は学校で何を学ぶんだろう。わあ、火山だ。実験をするんだね。先生がお手本を見せてる。まず白い粉を少し、次に着色料を3滴、そこに酢を入れるとブクブク泡ができるよ。わあ、噴火した火山みたい。すごいね。みんなとても興奮してる。今度は自分たちだけでやってみるよ。あらまあ、バンディット、やり方を間違えたね。そんな、スカウトも失敗。バスターは…バスターも同じく失敗。なんでうまくいかないんだろう。アッシュは成功するかな。バスターが確かめに行く。アッシュはまだ原料を入れてる。うわぁ、成功。よくできたね、アッシュ。みんなうまくできなかったのに、アッシュだけどうして。そっか、アッシュは黒板の説明通りにやったんだね。いい考え。先生はアッシュを褒めてる。みんなももう一度挑戦。でもまずはやり方を確認するよ。白い粉を少し、そして着色料を3滴、酢を入れたらブクブクの泡。やったー、できた。みんなの火山噴火してる。とても面白いね。よくできたね、みんな。手順に従えばいろんなことができるね。みんな成功して先生はとても嬉しい。わあバスター、あの赤い風船を見て。捕まえてみたら。惜しかったねバスター。でも遠ざかってるよ。ああバスターは悲しそう。あ、ねえコマドリさん、君ならあの風船を捕まえられるかも。捕まえたよ。ありがとうロビン。素敵な風船だねバスター。あ、見て、もう一つ風船があるよ。これは緑色だね。急いでロビン捕まえて。はい、どうぞ。風船が2つになったねバスター。わあ、あのカラフルな風船を見て。何をするかは分かってるよねロビン。バスター、風船と一緒に空中に浮かんでる。ロビンはバスターを見失ったよ。バスターはあそこだよロビン。飛んでる。大丈夫だよバスター、怖がらないで。ここからの眺めを見て。テリーはクラクションの音がどこから来てるか分かってないよ。上を見てテリー。鳥かな、飛行機かな。違うよ、バスのバスターだよ。珍しい光景でしょ。ねえバスター、もうとても高いところまで飛んでるよ。地上のテリーはとても小さく見えるね。バスターは怖くなってきたみたい。宇宙まで飛んでいかないようにねバスター。ロビー、助けてあげなきゃ。いい考えだね。風船を割ればバスターはきっと降りてくるね。どうしよう、バスターがものすごいスピードで降りてきてる。大丈夫バスター、地上はもうすぐ。あと何個か割ればいいはずだよロビン。よーし、着陸。地上に戻ってきたバスター、嬉しそう。バスター、飛ぶことはロビンの仕事みたいだね。あれ、ロビンはどこに行ってるんだろう。また風船？今日のバスターはもう風船にはゴリゴリみたい。バイバイバスター。バイバイロビン。今日の公園は風が強い。アスターとパパバスが遊びにやってきたよ。パパはバスターにとっておきのものがあるって。なんだろうね。見て、カイトだ。バスターは飛ばす準備万端。パパバスがカイトを空へあげるよ。うわー、あんなに高く飛んでる。さすがバスター。見て、熱気球のモンティだ。そんな、強い風が吹いてカイトが飛ばされちゃった。モンティに引っかかってるけど、モンティは気がついてないね。大丈夫バスター、パパに考えがある。おっと、気をつけてパパ。
わあ、ナイスヘディング。さすがバスター。バンディットとアッシュは2人がどこかに行っちゃって不思議そう。バスターはモンティの注意を引こうとしてるけど、前を見てない。気をつけて。あらまあ、バスター泥の水たまりに突っ込んだね。泥にはまっちゃった。パパがバスターを引っ張り出す。いいチームワーク。そんな、道路が木で塞がれてる。でも大丈夫。パパバスは木を飛び越えるよ。そしてバスターは木の下を滑り抜ける。うわあ、かっこよかったね。急いで、モンティーだ。パパに何か考えがあるみたい。二人は大きな泥の水たまりを走り抜けてるよ。何してるんだろうね。二人が泥にカイトの絵を描いて、モンティはやっとカイトが自分に引っかかってることに気がついたよ。あらら。バスターはカイトを取り戻したよ。ありがとうモンティ。しっかり握ってバスター。うん、また飛ばされるところだ。やあバスター、こんにちはロビン。そうそうバスター、踏切を渡るときは右左を確認だね。わあ、危なかった。列車のスーキー前を見てなかったのかな。パトカーのオーティスだ。何か起こってるに違いない。あ、急いでバスター、助けになれるかもしれない。大変、スーキーは仕事中に居眠りしてる。誰かが止めてあげないと、どこに行っちゃうかわからないよ。どうしよう。あ、バスターは何か思いついたみたい。ロープ、いい考えだねバスター。これでスーキーの速度を落とすことができる。ナイスキャッチロビン。その調子、引っ張って。君たちならできる。大変、ロープが切れちゃった。スーキーはまだ暴走してる。速度が増したみたい。追いつかないと、急いで。バスター、今度は何？大変、ディガーだ。スーキーが直進してきてるのにディガーは全く気がついてないよ。別の線路、上り坂になってる。気をつけてバスター。おっと、危なかったね。うまくかわしたねバスター。スーキーが坂を登るよう線路を変えないとバスター。急いでバスター、君ならできる。あとちょっと。やった、間に合った。よくやったねバスター。線路を切り替えたね。スーキーは急な坂を登ってるよ。これで速度は落ちるはず。これで何事もなく止まったね。スーキーは目を覚ましてるみたい。誰も怪我をしなくてよかった。よくやったねバスター。オーティスの手伝いをして危機を乗り切ったね。バスターは親友のスカウトと遊ぶのがとても楽しみ。今日は何して遊ぶのかな。あ、おじいちゃんがラジコンを持ってるよ。まずはバスターが操作する。ブルンブルン、よく走るね。今度はスカウトが試したい。でもバスターはずっと操作してたい。あらまあ、スカウトがそれはずるいって。スカウトもやってみたい。あらまあ、二人はリモコンを取り合いしてる。二人とも車を操作したい。そんな、車はぶつかって壊れちゃったよ。もう遊ぶことができなくなっちゃった。バスターとスカウトはお互いに対して怒ってる。もう一緒に遊ばないって。友達と喧嘩するのって悲しいね。でも待って、おじいちゃんに考えがあるみたい。リモコンをスカウトに、車をバスターに渡してる。
人は協力して修理するよ。よかった、仲直りしたね。友達はいつでも許し合う。やったね。これで二人とも操作できるね。バスのバスターだ。見て、かわいい小さなイースターバニーを見つけたよ。わあ、バスターがバニーバスに変身したバニーダンスを踊ってくれるよ。ぴょんぴょんぴょん。次に尻尾をフリフリ、上手。次にウサギみたいに高く高くジャンプ。それからお花をフリフリ。できたね。とても楽しかったね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。とても上手。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。ぐるり回ってお花を振るよ。やったー。やあ、車のスカウト。バニーダンスを覚えたいんだね。準備はいい？ぴょんぴょんぴょん。尻尾をフリフリ。そうそう。そして高く飛ぶよ。思いっきり。お花を振って。そうそう。スカウトはもう覚えたね。じゃあこれを見て。左にフリフリ。右にフリフリ。何度もフリフリ。ね、面白いね。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。その調子。フリフリフリ、ぴょんぴょんぴょん。あれれ、全部バスターの夢だった。でもいいや、楽しいダンスができるようになったもんね。ババスとバスターは丘をドライブしてる。見て、鹿の赤ちゃん。何から逃げてるんだろう。列車のトラクソンだ。でも何か変だよ。トラクソンは止まれないみたい。急いで、バスターとパパバスは助けに行く。そんな、トラクソンは加速してる。パパバスはパトカーのオーティスを呼ぶ。緊急事態。わあ、線路に枝が落ちてる。パパバスが飛び込んで枝を払う。やったね、さすがパパバス。これから先、線路が分かれてるね。パパバスとバスターはレバーを引いて方向を変えようとしてる。そんな、テリーが線路を渡ろうとしてる。早くレバーを引いて。危なかったね。トラクソンがぐるぐる回ってる。目が回っちゃったね。危ない、ぶつかっちゃう。危機一髪だね、パパバス。バスターに考えがあるみたい。トラクソンを丘に向けて走らせよう。丘を登ることで速度が落ちてるよ。止まった、やった。さすがバスター。そこにちょうどオーティスが到着。緊急事態って一体遅かったか。やあバスター。あ、サッカーボール、うん、見て、スカウトだよ。遊びたいみたい。いいキックだねバスター。上手だねスカウト。道を走ってるのは誰？トラックのトニーだ。おやまあバスター、ボールを蹴る先を見なきゃ。トニーが来てるよ。痛そう。トニーは大丈夫だといいけど。バスター、もっと気をつけないと。釘があるよ。しまった、バスターのタイヤがパンクしちゃった。見てスカウト、トラックのトニーは助けがいるよ。助けと言ったら、もちろん救急車のアンバー。さすがスカウト。
今日はいろんなことがあったね。早く良くなるといいね、トニー。おや、バスター、とても痛そうだね。心配しないで、ただの事故だったんだから。トニーは無事で、アンバーももうすぐ帰ってくるから。バスター、アンバーだよ。修理してもらおう。バスターはガレージへ行くよ。あは。おや、トニーは元気そう。バスターは新しいタイヤをつけるよ。これで大丈夫。バスター、事故は起こるもの。次は気をつけてね。ナイスキック、バスター。あー、また転がっていく。バスターはもっと注意してる。左を見て、右を見て。そうそう、それでよし。よくできました、バスター。こっちこっち、バスター。起きて起きて、バスター。また新しい一日の始まり。ちょっと待って、色がない。おかしいね、ロビンにさえ色がない。見て、ロビン、バスターが色を取り戻してくれたよ。よくやったね、バスター。あら、まあ、あのアヒルの赤ちゃん悲しそう。色がなくなっちゃったんだね。バスターなら助けられるかな。さすが、色を取り戻したね。アヒルの赤ちゃんはとても嬉しそう。あ、見て、テリーの畑も色がない。バスターは何かできる？もちろんだよね、バスター。君には魔法のパワーがある。そんな、スカウトまで。さあ、バスター、スカウトの色を取り戻して。よかったね、スカウト。元通り。見て、バスターは色を変えることもできるよ。ボールが緑色になった。今度は紫。バスターは色の付け方をよくわかってるね。わあ、バスターがスカウトを虹色にしたよ。自分も虹色になった。虹色バスのバスター。またテリーだ。虹色テリーになった。畑を見て、小屋まで全部虹色だよ。すごいね、バスターは雲までいろんな色にしたよ。でも何か足りないね。その通り、虹。虹色バスは虹の上を走って消えていく。バイバイ。ああ、バスター、ただの夢だったね。外は雨が降ってる。がっかりだったね、バスター。待って、お日様が出てきた。やっぱり君は魔法が使えたね、バスター。バスターとロビンだ。バスターはチューインガムが大好きみたいだね。あれは何？瓶の中の手紙。なんだろう。わあ、宝の地図だ。バツ印が宝の場所だね。バスターとロビンは埋もれた宝を探しに行くよ。さあ、どこに行けばいいんだろう。桟橋がここで、見て、無人島だ。見つけたよ。そんな、海はサメでいっぱい。安全に渡る方法を探さなきゃ。見て、蒸気船のカトリーナだ。ビーチで動けなくなっちゃったみたい。押してあげれば海に戻れるね。そうそう、バスター、よくやったね。よかった、カトリーナは海に出られたね。でも、しまった、穴がある。修理しないとカトリーナは沈んじゃう。バスターに考えがあるみたい。チューインガムで何をしてるんだろう。ああ、バスターはチューインガムで穴を埋めてるよ。とても賢いね、バスター。もうサメに襲われることはないね。さあ、無人島へ到着。バスターは島に着いたよ。あとは宝物を探すだけ。ここら辺にあるはずだけど。あそこ、バツ印だ。バスターは穴を掘ってる。わあ、宝箱だ。見て、
銀貨。バスターは何に使うのかな。見て、ビクリーはカトリーナの穴を直してる。あ、バスターは銀貨でディグリーにお礼をしてる。ディグリーは新しい友達のカトリーナを修理してありがとうって言ってるんだ。なんて楽しい冒険。バスターとおじいちゃんはクリスマスのウィンターワンダーランドに来たよ。素敵なお店見て。うわあ、バスターはあのテディベアが欲しくてたまらない。おじいちゃんにプレイしていいか聞いてるよ。缶を倒すのに3回チャンスがもらえる。おっと、当たらなかったね。ああ、もう3回使い切っちゃった。バスターはもう一度プレイしてる。そんな、また当たらなかった。バスターは悲しそう。でもおじいちゃんがバスターにうまく投げるコツを教えてくれる。狙ったものを倒す鍵は時間をかけること。まず大きく長い深呼吸。狙いを定めてかがんで投げろ。うわ、おじいちゃん缶を倒したね。今度はバスターの番。大きく長い深呼吸。狙ってかがんで投げろ。やったー、ナイスショットバスター。さあテディベアを取りに行こう。あらら、バスター焦りすぎちゃった。大きく長い深呼吸をするよ。狙ってかがんで投げろ。やったー、バスター成功。よくできたね。はい、景品をどうぞ。バスターはとても誇らしげ。晴れた日、バスターの家。見て、ママバスが足を怪我した子猫を助けてる。もう大丈夫、包帯で固定したよ。スカウトだ、バスターと一緒に学校に行くんだね。二人は校庭で遊んでる。そんな、スカウトのタイヤに傷がついたよ。バスターに考えがある。何をするんだろう。バスターはスカウトのタイヤをトイレットペーパーでぐるぐる巻きにしたよ。もう大丈夫、さすがバスター。アッシュも包帯を巻いてってお願いしてる。今度はスカウトが他のタイヤにも包帯が欲しいって。でももうトイレットペーパーはないよ。バンディットが何か企んでる。みんなトイレットペーパーを持って行ったよ。そこら中にトイレットペーパーを巻いてる。めちゃくちゃだね。みんなちょっと調子に乗っちゃったみたい。そんな、校庭がトイレットペーパーだらけ。先生はご機嫌斜め。ママバスがバスターを迎えに来たよ。先生が怒ってることに気がつく。バスターはママが子猫を助けてたみたいに自分もスカウトを助けようとしたことを説明する。ママが本物の包帯を巻いてあげるよ。さあおいで。バスターとスカウトだ。泥で遊んでとても楽しそう。でもしまった、かわいそうにスカウト、気分が悪いみたい。大丈夫、また明日一緒に遊べるよ。バスターはお家でお菓子を食べる。でもあらら、リンゴを食べる前にタイヤの泥を落とさなかったね。あまり綺麗じゃないね、泥の跡がそこら中にいっぱい。
次の日の朝、ママがバスターを起こしにやってくる。でもそんな、バスターは気分が悪そう。かわいそうなバスター。あらまあ、熱があるよ。今日はお家で休まなきゃ。お薬を飲むよ。バスターは薬が好きじゃないけど、ママはそれで良くなることを知ってる。ね、大丈夫でしょ。バスター、あとはゆっくり休むだけ。次の日の朝、バスターは随分元気になった。スカウトも元気になったよ。また二人は外で遊べる。でも待って。ママがもう病気にならないよう手洗いをするように言ってるよ。よくできました。ママに考えがあるよ。病気にならないようマスクをつけよう。よかったね。これでバスターとスカウトは無事に外で遊べる。また元気になって二人はとても喜んでる。バスターはまた眠ってるね。バスター、いろんな色の巨大なボールやおもちゃに囲まれてどこにいるの？楽しい冒険ができそうだね。バスター、他にどんなものがあるかな？わあ、あのテディベアを見て。とても大きいね。ふわふわで抱きしめたくなっちゃう。そうそう、バスター、思い切り飛び込んで。とても抱き心地が良さそう。おや、バスター、あの音は何？大きな爪だよ。バスターは巨大な UFO キャッチャーの中にいるみたい。バスター、気をつけて、捕まっちゃう。逃げて、バスター。そんな、よかったね、バスター。ただの悪い夢だった。見て、スカウトだよ。バスターはまだ少し動揺してるみたい。だけどもう心配しなくていいよ、バスター。ねえ、バスター、スカウトが見せたいものがあるって。なんだろう。まさか UFO キャッチャーだ。バスターは怖がってる。スカウトは怖がってないよ。きっと楽しいよ。バスター、心配しないで、スカウトがついてる。見て、バスター、さっきのテディだ。撮ってみたらどう？さあ、バスター、勇気を出して。君ならできる。頑張って、バスター、このテディを撮ろう。リラックスして。そこでいいみたい。よし、今だ。撮れた？あ、それは何？テディじゃないよ。小さな黄色いバス。君にそっくりだよ、バスター。スカウトとバスターは笑っちゃった。バスターはもう UFO キャッチャーが怖すぎて。とアッシュはビーチで一日を過ごすよ。ママバスとママ消防車はバーベキューの準備をしてる。バスターとアッシュは大きな砂のお城を作ってる。わあ、波が打ち寄せてくる。急いで、砂のお城が崩されちゃうかも。アッシュがどうにかしようとする。砂の壁を作ってお城を守るんだね。いい考えだね、アッシュ。見て、アイスクリームトラックのイギーだ。やった。そんな、アッシュの壁は波を止めることはできなかったね。お城が崩れちゃった。バスターはとても悲しがってる。でも、アッシュにまだ考えがあるよ。バスターはとても落ち込んで手伝うことができない。アイスクリームを食べたら元気になるかも。何味がいいかな。わあ、とっても大きなアイスクリーム。おっと、動かないで。アッシュはまだ砂のお城を作り直してる。
バスター、アッシュにもアイスクリームを持って行ってあげるといいね。でもバスター、アッシュの壁でお城が守られなかったからアッシュに怒ってる。バスターは自分だけでアイスを食べてるよ。わー、アッシュは砂のお城をとても綺麗に作り直したよ。バスターはアッシュにアイスクリームを持ってこなかったことを申し訳なく思ってる。だから自分のをアッシュに分けてあげるよ。気をつけて、落とさないようにね。イギーは二人にアイスのコーンを一つあげる。これで二人一緒に食べられるね。うん、美味しい。見て、ペンキ用のハケ。バスターは今日友達と部屋の壁にお絵かきするよ。楽しそう。ママバスがいろんな色の絵の具を持ってきたよ。窓の下の壁を使っていいって。バスターは何色にするか迷ってる。スカウトは紫、アッシュは赤、バスターは黄色を選んだよ。もちろんだよね。始めよう。おっと、アッシュがスカウトの真似して赤でピシャ、そしてバスターが黄色でピシャ。お見事。スカウトはまず何を描くんだろう。ロケットだ。かっこいい。今度はバスターの番。何を描くのかな。丸花鉢。さすがバスター。キャビネットに描いちゃダメだよアッシュ。3人はペンキで遊び始めたよ。気をつけて、ペンキがそこら中についちゃう。あらまあ、部屋中ペンキだらけ。なんてこった。あらまあ、黄色いペンキが床一面に。紫も。ギャー、あの音は何だろうってママバスが気になってる。とても楽しかったね。でもあらら、こんなに汚れちゃったことを気づかなかったね。でもバスターに考えがある。アッシュのホースできれいにしよう。水でペンキが流れていくよ。その調子アッシュ。しまった、ママバスが来てるけどまだ綺麗になってない。さあ、ペンキを落とすよ。アッシュはバスターに水をかける。じゃあ今度はスカウトの番。とても楽しそうだね。最後はアッシュ。よくできたねみんな。うわぁ、お部屋はピカピカだね。アッシュとスカウトはお家に帰る時間。あらら、ちょっと見落としちゃったね。見て、スカウトだ。バスターもいるよ。鬼ごっこをしてるみたい。バスター何かを見つけたよ。わぁ、迷路だ。スカウトが中に入ってる。さあバスター、スカウトを見つけて。スカウトはどっちに行ったんだろう。いた。二人は迷路の中をぐるぐる回る。バスター、次はどっちに行く。こっち。あ、見て、黄色いお花。綺麗だね。何度か曲がって、次はどっち？こっち。ちょっと待って、またあのお花だ。バスターは一周したんだね。来た道を戻ったら出口に着くかな。スカウトだ。スカウトも迷ってるみたい。わあ、バスターとスカウトはばったり会ったよ。よかったね。でも出口を見つけなきゃ。スカウトはバスターの上でバランスをとってるよ。出口が見えるかな。見つけた。さすがスカウト。二人は出口まで走る。
でもどっちだろう。あらら、まだ迷ってるね。見て、タイヤの跡。これを出口までたどればいいね。よく思いついたね、バスター。またあのお花だ。あとちょっとで。やった、出口だ。チームワークのおかげ。見て、スポーツカーのリタ、迷路の中へ走っていったよ。きっとバスターとスカウトが一緒に出口を見つけてあげることになりそうだね。見て、バスターとスカウトだ。雪で遊んでいるよ。飛んだり滑ったり楽しそうだね。こんにちは、雪だるまさん。あれ、スカウトが何か見つけたよ。嬉しそうだね。なんだろうね、バスター。わー、池が凍ってる。スカウトが氷の上を滑ってる。スカウトは上手だね、バスター。バスターも滑ってみたら。気をつけて。かわいそうなバスター。氷は滑りやすいよね。でも見て、スカウトは気にしていないよ。バスターは滑りやすい氷が怖いみたい。頑張って、バスター。怖がらなくていいんだよ。その調子、そのまま。バスターは池を滑り出した。いい調子だね。二人とも楽しそうに滑っているよ。よくやったね、バスター。スカウトも感心しているよ。わー、バスターが飛んでるよ。見て、バスターが氷にひびを入れちゃった。どんどんひびが入っていく。スカウトの周りまで。スカウトが動けないよ。バスターどうするの？それ以上近づいたら氷が割れちゃうよ。そうだ、雪だるまさんなら大丈夫だよ。雪だるまさん、お願い助けてあげて。スカウトを助けに行ってくれたよ。すごいよ、雪だるまさん。バスターもいい考えだったね。バスターもスカウトも今日のところはスケートおしまいだね。ありがとう、雪だるまさん。バイバイ、バスター。バイバイ、スカウト。わあ、バスターはロケットになって宇宙へ行くよ。5、4、3、2、1、発射。バスターは飛んでいく。着いたよ、バスター。もう宇宙だよ。なんて素敵なところ。バスターは宇宙の探検に出かけるみたい。あれを見て、赤い惑星だ。近くに行って見てみよう。やあ、宇宙の小さな友達。エイリアンはバスを見たことがないはず。今度はどこに行くの、バスター。わあ、黄色い惑星。大きな輪っかがとても綺麗だね。あれを見て。バスターは輪っかをドライブするよ。どれだけ速く走れるかな。うわあ、とても楽しいね。バスター、今度は何を見たの？紫色の惑星だ。なんて大きいんだろう。うわあ、バスターは惑星の周りをぐるぐる回るよ。紫、黄色、赤い惑星。でも待って、しまった、青い惑星だ。バスターはすごいスピードで飛んでる。衝突しちゃう。ああ、よかった。ただの夢だった。バスター、君は無事だよ。見て、スカウトが望遠鏡で夜空を見てる。覗いてみて、バスター。紫、黄色、赤い惑星が見える。あ、宇宙の小さな友達だ。見て、バスター、今日は学校に早く着いたよ。スカウトとディグリーだ。おっと、バスターはオイルで滑っちゃった。あらまあ、黒板が壊れちゃったね。スカウトも滑ったよ。ふう、そんな、
時計も壊れたよ。なんてこった。先生が来たよ。みんな急いで片付けないと。でも黒板はスカウトには重すぎるし、ディグリーは文字を拾えない。バスターは時計を直そうとするけどバラバラになってる。バスターに考えがあるみたい。仕事を取り替えっこしよう。スカウトが文字を拾って、ディグリーとバスターで黒板を持ち上げよう。スカウトは ABC がわかる文字を元通りにできるね。次は時計。ディグリーが直せるね。機械の修理大好きだもんね。ほらできた。間に合ったね。先生が来たよ。全部元通り。この文字以外は。時間も間違ってるよ。そして数字1、2、3、4、これで完璧。バスター起きて、雪の結晶だよ。ということは雪が降ってる。わあ、本当に雪が降ってる。待って、でもクリスマスツリーがないよ。それじゃあダメだね。見て、コマドリさんだ。なんて言ってるんだろう。バスターについてきてほしいみたい。ああ、クリスマスツリー探しを手伝ってくれるみたい。ここの木は違うね。わあ、とっても素敵なツリーだ。バスターもそう思うみたい。大きな木だね、バスター。気をつけてね、バスター。おっと、揺れてる、揺れてるよ。バスター、あともうちょっと。わあ、これで OK。バスターがガレージに持ってくよ。でも入るかな。とっても大きいよ。曲がるときは気をつけて、バスター。ああ、後ろを見て、バスター。木が落ちちゃった。後ろを見て。早く早く早く戻って、バスター。ああ、木が転がってくよ。早く追いついて、バスター。今度はライトの中を転がってく。バスター早く。マスターは追いつくかな。見て、飛んでくよ。よかったね、バスター。これで安心だ。とっても素敵だね。見て、ペリーとスカウトだ。バスターと一緒にお祝いをしに来たんだね。よく頑張ったね、バスター。ハッピーホリデー。バスのバスター遊びに来たよ。赤いペンキに気をつけて、バスター。バスター、ペンキの上を走っちゃった。見て、バスター、自分のタイヤで赤い線を描いちゃったよ。バスター、何か思いついたみたい。上手上手。円を描いたんだね。円は丸くて、バスターのタイヤと同じ形だね。今度は円に色をつけたね、バスター。赤い円だ。あ、スカウト、一緒に遊ぼう。形について学んでるんだ。スカウトは何の形を描いてるんだろう。正方形だ。青い正方形。正方形には同じ長さが4辺あるよ。やあ、ディガー。バスターとスカウトと一緒に形を描きたくて、ディガーが来たよ。ディガーは何の形を描くんだろう。ディガーはバスターやスカウトより時間がかかってるね。大丈夫、ディガーはもうすぐ終わるから。三角だ。三角には3辺あるよ。黄色い三角。ディガーがこの形を描くのに時間がかかったせいで、バスターとスカウトは居眠りしちゃった。二人とも起きて。他にどんな形があるかな。緑の長方形。上手だね、バスター。黄色の星。とても綺麗だね、スカウト。
そして可愛いピンクのハート。フィギュアはダイヤモンドを描いてるよ。わあ、いろんな色が流れていくのを見て。綺麗な虹色のダイヤモンド。いろんな色のいろんな形。形を学ぶこと、とっても楽しかったね。今日学んだのは、正方形、円、三角、星、ハート、長方形、ダイヤモンド。みんなよく頑張ったね。学校は終わり。スカウトがお世話をしてきた学校のお花を返すよ。次にお家に持って帰って世話をするのは誰？やったね、バスターの番。バスターはお花を大事にしようととてもゆっくり走るよ。スカウトとアッシュ、またね。わあ、気をつけてバスター、危なかったね。バスターはお花の世話をするのがとても嬉しくて絵まで描いたよ。夕食にもお花を持ってきた。お花は人参を食べないと思うけど、バスター、強く育つためにはお花は水がいるんだよ。でももう寝る時間。おやすみお花。次の日の朝、バスターは学校へ行くのがとても楽しみ。でも気をつけてバスター、お花を落とさないようにね。そんな、お花がめちゃくちゃになっちゃった。何してるのバスター。バスターは怒られると思ってお花を隠してる。バスターは病気のふりをしてる。でも熱はない。でもママは分かった。バスターは潰れたお花を持って学校に行きたくない。みんなをがっかりさせると思ってるんだね。でもママにいい考えがある。新しい鉢に入れてあげよう。ほらね、前よりももっと素敵。完璧だね。バスターは無事にお花を教室へ返す。新しい鉢植えにみんなとても喜んでる。よくできたねバスター。今度お世話をするのはアッシュの番。やった、バスターハッピーホリデー。あれれ、なんかバスター楽しそうじゃないね。様子を見に行ってみよう。バスターは退屈そうだね。やることがなくなったのかな。あ、みんな聞こえた？そう、バスターの友達のコマドリさんだよ。でもどこだろう。みんなわかる？大きなため息だねバスター。あ、見て、いたよ。しかもバスターの飾りを持ってるよ。バスターについてきてほしいみたい。バスター、行ってきなよ。ん？マフラーを持って帰ってきたよ。いいアイデアだねバスター。二人で雪だるまを作って。タイヤで雪をかき集めてるよ。賢いねバスター。すごい、もうできてきたよ。それから頭も。コマドリさんありがとう。雪だるまにはマフラーがないとね。その炭たちは？そっか。コマドリさんが他に何か探しに行ったよ。あ、花の人参だ。素敵な雪だるまだね。でも何か足りないね。わあ、すごい風。見て、バスターたちのところへ帽子が飛んできたよ。足りなかったのはこれだ。よくやったねバスター。コマドリさんもそう思うみたい。わあ、すごい、雪だるまが起きたよ。バスターはすごく嬉しそう。これでバスターはコマドリさんだけじゃなくて雪だるまさんとも遊べるね。みんなハッピーホリデー。やあバスター、スカウトとドライブをしてるみたい。見て、配達トラックのトニーだ。スカウトとバスターはトニーについていくみたい。二人とも楽しそうだね。スカウトったら。
バスターは前を見てないね。バスター危ない。はあ、危なかったね。気をつけてね、バスター。もう少しでトニーにぶつかるところだったよ。見て、道路に穴がある。トニーが穴に向かってる。ああ、穴のせいでトニーのドアが開いたよ。バスター、スカウト、気をつけて。箱が今にも出てきそう。やっぱり出てきちゃった。トニーは気づいてないみたい。また箱が落ちてきそう。わあ、賢いよバスター。ナイスキャッチ。また落ちてきそう。すごいスカウト。よくやったね。ああ、気をつけてスカウト。スカウトが滑って道路から外れちゃった。スカウトの箱が木の上に。見て、トニーが赤信号で止まるよ。今のうちに。バスター早く、時間がないよ。いいよバスター、あとは拾った箱をどうやって戻すかだね。スカウトが何か思いついたみたい。いいねスカウト、その木の板を使って移動させるんだね。なるほどね、これで箱を詰めれるね。二人ともよくできたね。さあバスター、ドアを閉めよう。青信号に間に合った。トニー行っちゃったね。箱をなくしそうになったことを知ることはないんだろうね。よくできたねバスター。そしてスカウトも。晴れた日の朝、バスターはとても嬉しそう。今日はディグリーの誕生日。バスターは誕生日パーティーが楽しみでたまらない。バスターは朝ごはんを急いで食べる。見て、スカウトだ。ラッピングされたディグリーのプレゼントを持ってるよ。渡すのが楽しみ。そんな、バスターうっかりプレゼントを潰しちゃった。ぺしゃんこになっちゃった。かわいそうなバスター。こんなことってあるよ。でも待って、バスターに考えがあるみたい。見て、スカウトが捨ててある段ボールを持っていったよ。バスターはお菓子を取っていった。木の棒もあったね。それにおしゃれな箱。二人は何をするんだろう。新しいプレゼント。でも中身は何だろう。バスターとスカウトはディグリーのパーティーへ急ぐ。遅れちゃいけない。ディグリーが待ってる。パーティーはもう始まってる。でもよかった、スカウトとバスターは間に合った。ディグリーはプレゼントを開ける。うわー、ピニャータだ。誕生日のディグリー、棒で叩いてね。せーの。もう一度パン。お菓子がたくさん。なんて素敵な誕生日プレゼント。泥だらけだね。泥の水たまりで楽しく遊んでいたみたいだね。洗わないといけないけど、バスターはそう思わないみたい。町のバスが来たよ。あら、汚れたバスターを見て呆れているよ。バスターは自分がどれだけ汚れているかやっと気づいたみたい。そうだよバスター、泥だらけなんだから。あれは洗車の看板かな。いいアイディアだねバスター。綺麗になるために洗車をしに行ったよ。かわいそうに、バスターは中に入るのが怖いみたい。確かにとても怖そう。頑張ってバスター、綺麗にならなきゃ。汚いよ。行け行け、バスターはやっぱり勇敢だね。1、2、3。あー、もう少しだったのにバスター。あれ、急いでるみたいだね。バスター、深呼吸をして。
君ならできるよ。でも音がとても怖いね。頑張ってバスター、あともう少し。よーい、ドーン。やったねバスター。くすぐったいけど悪くないでしょ。出てきたよ。ねえバスター、大丈夫だったね。ピカピカで綺麗だよ。かっこいいよ。よく頑張ったねバスター。ピカピカ。洗車ってそんなに怖くなかったね。見て、バスのバスターだ。でもあれれ、眠たそうだね。道を外れたよ。しまった、バスターは泥にはまっちゃった。抜け出せないよ。かわいそうなバスター。どうすれば抜け出せるかな。次の日の朝、車のスカウトがバスターのガレージにやってくる。でもあれれ、バスターはいない。どこにいるんだろう。でも見て、泥の跡。スカウトは泥のタイヤの跡をたどってバスターを見つけに行く。ショベルカーのディグリーだ。スカウトがバスターがいないってことを伝えるよ。バスターを探しに行かなきゃ。スカウトとディグリーは一緒にバスターを探す。見て、お菓子が落ちてる。どこまで続いてるんだろう。わあ、何？ああ、なんだ、ロビン。スカウトはロビンにバスターがいないことを伝える。ロビンも一緒になって探すよ。みんなで協力すればバスターをもっと早く見つけることができる。かわいそうなバスターは寒くて心細い。スカウトは木の影を探す。ディグリーは岩の裏を探す。何を見つけたのロビン。タイヤの跡がある。あ、バスターだ。まだ泥にはまってる。ずっとここにいたんだね。ロビンはバスターを見つけたことをディグリーとスカウトに知らせに行く。バスターは丘のすぐ向こう。かわいそうなバスター。ディグリーとスカウトが助けてあげるよ。ディグリーとスカウトは協力してバスターを泥沼から引き出してあげる。よかった、これでバスターは自由。バスターは助けてくれた友達に感謝してる。自分のガレージでもう安心。大変、バンディットバスがキャンディー屋さんに盗みに入ったよ。泥棒。パトカーのオーティスだ。盗まれたキャンディーを調べに来たよ。バンディットバスはあっちに行ったよ。オーティス、オーティスはバンディットが逃げるのを見なかったみたい。いい考えだねオーティス。落ちてるキャンディーをたどるんだね。これでもう誰が盗んだかわかるね。いた、止まるんだ泥棒。見てオーティス、もっと証拠があるよ。このままキャンディーをたどって。バスのバンディットはたくさんのキャンディーを落としてる。やあバスター、そのキャンディーは君のじゃないよ。バスターはキャンディーが大好き。しまった、キャンディーはバスのバスターのところまで続いてた。オーティスはバスターが犯人だと思ってるに違いない。オーティス違うよ、バスターは何もしてない。かわいそうなバスター、どうなるんだろう。オーティスはバスターを牢屋に入れてる。ああバスター。あ、スカウトが来た。スカウトならバスターを牢屋から出すのを助けてくれるかも。スカウト、バスターを助けなきゃ。バスターが無罪だって証明して。そうそうスカウト、キャンディーをたどって本当の犯人を見つけるんだ。スカウト探偵、捜査を始めたよ。見つけた、バンディットバス、おもちゃ屋さんで泥棒しているところを発見。今度は逃がさないバンディットバス。警察だ、止まりなさい。逮捕する。今度はことを正してバスターを牢屋から出すとき。バスター出ておいで、君は無罪だよ。バンディットバスが牢屋に入るよ。ありがとうスカウト、君は優秀な探偵だね。君がいなければバスターはまだ牢屋の中にいたはず。残念バンディットバス、でも自分のしたことのせい。盗みは法律違反だよ。よくやったねオーティス。じゃあねバンディット。今日はなんて気持ちがいい日。バスターはちょっと暑そうだね。ねえ見て、スカウトがいいことしてる。アイスクリームを食べて涼もうバスター。美味しそうだね。バスター聞こえる？この音はアイスクリームトラックのイギー。
こんにちは、イギー。バスターはアイスクリームを食べたいんだ。いろんな味があるよ。チョコレートチップ、スプリンクルが乗ったバニラ、トリプルタワー、ラズベリースワール、チョコレートソースがかかったストロベリーとバニラ。バスターはどれにするか決めたみたい。わあ、ありがとう、イギー。おや、とっても早かったね、バスター。美味しかったでしょ。もう次のアイスクリーム？やあ、ディガー。アイスクリームの列に加わったよ。次のアイスクリームもできたよ。バスター、3つ目のアイスクリーム本当に欲しいの？バスター、アイスクリームが食べたいのは君だけじゃないよ。美味しそう。チョコレートスティック付きバニラアイス。列は長くなってる。バスターは4つ目のアイスクリームを注文してる。今度はチェリー付き。ねえバスター、もう十分でしょ。ディガーとビリーもアイスクリームを待ってるんだ。それに君は欲張りだよ。イギーもバスターに呆れちゃったみたい。バスター、もっとアイスクリームが欲しい？はい、どうぞ。母見て、アイスクリームのバスター。でもトッピングがいるね。甘いチョコレートスティックとチェリー、美味しそう。ははバスターはこれで涼むことができたはず。あは、ビリーがチェリーを美味しそうに食べてる。ディガーも大きな一口。このアイスクリームバスターとっても美味しい。バスター、次は欲張りにならないだろうね。とても美味しいアイスクリームをありがとう、イギー。アイスクリーム最高だね。やあバスター。あれ、ちょっと疲れてるみたいだね。バスター、居眠りしちゃった。あ、これは何？ヒゲ？ウサギのような鼻？それに耳まで。イースターバニーバスターだ。似合ってるね。新しいウサギの尻尾、気に入ってそうだね。どこに行くんだろう。イースターバニーの仕事をしに行くんだといいけど。あれ、これは何？丘に開いた穴だよ。どこに繋がってるんだろう。反対側から出てきた。あ、見て、テリートラクターがお昼寝してる。見て、イースターバニーバスターがテリーにカラフルなイースターエッグをあげたよ。イースターの喜びをもっと広めに行くよ。この穴はどこに繋がってるんだろう。こっちだよ、バニーバスター。ロビンがぐっすり眠ってる。サプライズイースターエッグをもう一つ置いておこう。ロビンが起きた時のためにね。今度は別の穴に入っていくよ。誰だろう。ジープのジェシーだよ。わー、寝てるね。イースターバニーバスターはジェシーが起きた時のためイースターエッグをもう一つ置いていくよ。イースターバニーのバスター、なんて忙しいんだろう。届けるのは大切なお仕事。バニーバスター、今度は誰にイースターエッグをあげるんだろう。ショベルカーのディガーだ。静かにバスター、起こさないようにね。ディガーのバケツにイースターエッグを入れたよ。いい考えだね、バニーバスター。あれれ、イースターバニーバスターはちょっと疲れちゃったみたい。起きてバスター。ん？あー、イースターバニーバスターは全部夢だったんだ。イースターエッグが現実じゃないなんてがっかり。でもこれは何？イースターエッグだ。やった、本物のイースターバニーがバスターにイースターエッグを置いていったんだね。よかったねバスター。バスターとテリートラクターが来るよ。競争するみたいだね。バスターはとても自信がありそうだね。テリーは呆れてるよ。誰が勝つのだろう。行くよ。位置について、よーい、ドーン。行ったね。バスターがリードをしてるよ。頑張ってテリー、その調子。テリーはバスターほど速くないみたい。あれ、何をしてるの。もうバスターったら自慢してるよ。かわいそうなテリー。バスターは絶対に勝てると思ってるんだね。ゴールはまだだよバスター。頑張ってテリー、まだチャンスはあるよ。もうバスターダメだよ。テリーに優しくしなさい。気にしないでテリー、速さだけでは勝てないことをバスターに見せてあげて。バスターがもっと先に行っちゃった。
泥の水たまりの中を走ってゴールに向かっている。やれやれバスター、暑いのはわかるけど、まだゴールしてないじゃない。あそこを見て、リンゴの木だ。バスターは木陰でお昼寝をするみたい。バスターったら余裕がありすぎるんだから。あらま、バスターが寝ちゃった。あれを見て、デリートラクターだ。バスターを追い越したよ。バスターったら寝すぎだよ。ゴールに向かって走っていくよ。バスターがっかりするんじゃないかな。もう少しだよバスター。でもテリーはどこ？いたいた。テリーは先にゴールしていたんだ。おっちょこちょいだなバスター。あんなに寝るからだよ。それからあんなに自慢げにしてたらダメだよ。だってゆっくりでも頑張れば勝てるんだから、うん、バイバイバスター。バイバイテリーやあバスター、とてもかっこいいサメのポスターだね。バスターはとても疲れてるみたい。何の夢を見るんだろう。これは何？ヒレ？サンゴ？すごいよバスター、海の中にいるみたい。嬉しそうなバスター。海が新しい遊び場だね。綺麗だと思わない？頑張れバスター。空高くジャンプ、とても楽しいね。待って、あれは何？巨大な魚。急いでバスター、隠れて。違った、ちっとも大きくない。とても小さいよ。大丈夫バスター、心配なし。でも今度は何？サメのシャムだ。鋭い歯を見て。隠れてバスター、早く。大変、小さな魚はバスターに回されちゃったせいでサメの方に一直線。サメのシャムはとても友達を作りたそうだね。でもみんな怖がってるみたい。急いで小さなお魚さん、バスターの影に隠れるんだ。ちょっと待って、サメは悲しそう。とても残念がってるよ。ねえバスター、あのサメはきっと寂しいんだよ。友達になりたかっただけ。遊び相手がいないんだね。そうそうバスター、声をかけに行こう。ほらね、ただ一緒に遊びたかっただけだよ。バスターとシャムはとても楽しそう。海は鬼ごっこをしたり友達を作るのに最高の場所。一緒に仲良く遊んでる。あ、バスターは目を覚ましてる。ただの夢だったね。バスター、ヒレはもうないよ。またバスに戻ったよ。なんて楽しい海の冒険。見て、バスのバスターだ。なんか嬉しそうだね。あらま、雨が降ってきたよ。あ、怖い雷と稲妻まで。わあ、嵐だ。わっ、バスタースカウトに気をつけて。ああ、バスターが嵐を怖がってスカウトを雨の中置いてっちゃった。スカウトのタイヤが泥にはまっちゃったよ。あっちこっちに稲妻が見える。やれやれ、バスターはガレージに無事戻れたみたい。でもスカウトは？見て、スカウトに気づいたよ。彼女は泥に完全にはまったみたい。バスターは勇敢に彼女を助けることができるのか。スカウトは本当に出られないみたい。かわいそうにバスター、雷と稲妻がとても怖いんだね。君ならできるよバスター。わあ、雷がすごく眩しくて怖いね。やった、頑張ってバスター。スカウトを助けに行ったみたい。軽く押すだけでいいはず。やった、スカウトが助かった。なんて嬉しそうなんだろう。よくやったねバスター。でも雷はまだとてもうるさいね。でも見て、バスターは怖い雷を克服したよ。バスターとスカウトは嬉しそうに雨宿りしにガレージに戻ってるよ。
あ、二人ともびっくりしたみたい。バイバイバスター。バイバイスカウト。やあトラックのトニー。トニーは前をよく見ていないみたい。あ、見て、カエルのフランキーだよ。挨拶しに来たんだ。気をつけてトニー。やれやれ、危なかった。あらまあ、トニーは荷物をいくつかなくしちゃったみたい。フランキー気をつけなきゃ、トニーに惹かれそうだったよ。やれやれ、なんていたずら好きのカエルさん。見て、トニーが荷物を落としていっちゃった。泡風呂の入浴剤だ。フランキーがいい考えを思いついたみたい。見て、歩いてる。今度はどこに行ってるの？ボトルから泡が出てきてる。ねえ見て、バスのバスターだよ。バスターはフランキーがどこに行くのか見てみたいんだね。もっと泡が出てきたよ。シャボン玉のメガネをかけてるみたい。バスター、やあスカウト、シャボン玉の冒険に一緒に行かない？スカウトは泡で遊びたいって。そこら中にシャボン玉が飛んでる。わあその帽子いいねスカウト。ヒゲが面白いねバスター。ランキーはあの湖に向かってるみたい。このいたずら好きのカエルさん、考えがあるんだね。湖の中へ入るよ。見て見て、そこら中シャボン玉だらけ。わあ泡風呂ができたよ。ふわふわの泡、見て。バスターとスカウトも飛び込んでみな。シャボン玉の中で遊んでとっても楽しそう。フランキーが泡の湖のキャプテンみたい。スカートが大きな泡のしぶきを立てるよ。そこら中シャボン玉でいっぱい。あれ、フランキーはどこに行ったんだろう。いたいた。そろそろ帰る時間。バイバイフランキー、シャボン玉の冒険をありがとう。わあ、クリスマスコンテストが始まるよ。バンディットが1番目、マジックをしてる。上手だねバンディット。おや、バスターは緊張してる。舞台負けしてるね。かわいそうなバスター。スカウトだ。次はスカウトの番。とても嬉しそう。わーすごい、ジャグリングをしてるよ。よくできたねスカウト。あらまあ、バスターはまだ緊張してる。観客が見てる中、ステージに上がるのが怖いんだね。やった、スカウトの番が終わって、次はバスター。あらら、でもバスターはステージに上がりたくない。ママはバスターのことが心配になってきた。ステージには誰もいない。ママに考えがあるみたい。これは何？ママがステージにバスターにおいでって誘ってる。一緒に演じるんだね。バスターが来たよ。素晴らしいクリスマス、素晴らしいクリスマス、素晴らしいクリスマス、良いお年を、良い知らせをバスターから、素晴らしいクリスマス、良いお年を、メリークリスマス。よくできましたバスターとママ。綺麗な歌をありがとう。やあバスター。えっ、おやおや、バスターはとっても気分が悪そう。やあスカウト、スカウトは一緒に遊びたいんだね。今日のバスター遊ぶ元気がなさそう。とても気分が悪いの。急いでスカウト、助けを呼んできて。かわいそうなバスター、誰でも時には病気になるよ。見て、バスターを見てもらうためにスカウトが救急車のアンバーを連れてきたよ。いい考えだねスカウト、アンバーならバスターをまた元気にしてくれるはず。救急車のアンバーはバスターがガレージに戻るのを助けてるよ。バスターのどこが悪いのかアンバーに見つけてもらおう。まずバスターのタイヤをチェックするよ。あ、見て、このタイヤ空気が全部抜けてる。
空気を入れなきゃ。ほら入ったよ。バスターは少し気分が良くなったみたい。あれ、でもまだ少し元気ないみたい。あ、そうだ、温度計でバスターの温度を調べよう。良くないね、バスター。アンバーはバスターのエンジンを調べるよ。大変、バスターからオイルが漏れてる。それは気分が悪くなるはず。アンバーはスパナーで修理するよ。大丈夫バスター、すぐ終わるよ。あと何回か回すだけ。はい、できた。よくやったね、アンバー。もういつものバスターに戻ったみたい。もう元気になったから遊べるよ、バスター。とても嬉しそう。これこそみんなが知ってる大好きなバスター。アンバーはもう帰る時間。バイバイアンバー、バスターのお世話をしてくれてありがとう。スカウトとバスターは遊びに行くよ。バイバイ。アバスはバスター、スカウト、バンディットを森へキャンプに連れて行くよ。キャンプサイトを準備しよう。まずテントを立てるよ。パパがやり方を教えてあげてる。テントが飛ばされないようにペグを打ち込んでる。見て、テントをしっかり固定してる。わあ、できたね。パパが火を起こすための枝を集めてる間にバスターたちはテントを立てる。今の何？バンディットがマシュマロを持ってる。美味しそう。しまった、バスターはペグをしっかり打ち込まなかったんだね。テントが飛んできたよ。前が見えない。気をつけてスカウト。そんな、テントが飛んでく。バスター取り戻せるかな。スカウトとバンディットが助けに行く。頑張れバスター、君ならできる。よかった、地面に落ちたね。そんな、またパパバス気をつけて。おっと、枝が飛んでっちゃったよ。ふう、大丈夫だった。さあもう一度テントを立てよう。バスター、今度はちゃんとペグを全部打ち込もうね。よくできました。パパバス、今度は何をするの？わあ、マシュマロを焼いてる。うん、美味しい。なんて楽しい一日。うん、やあバスター。わあ、見て、アメリカの砂漠にいるよ。カウボーイの帽子までかぶっちゃって。金色の星をつけてる保安官だね。見て、投げ縄だ。上手だねバスター。これで君も立派なカウボーイ。テリーだ。帽子を傾けて挨拶しなよ。テリーはあまり嬉しそうじゃないね。待って、バンディットバスだ。背中に乗ってるのは何？袋だ。キャンディーショップに盗みに入ったんだね。なんて悪いやつ。捕まえなきゃバスター。急いで逃げていくよ。追いかけるんだ。起きて保安官、泥棒が逃げてるよ。二人は線路の横を走ってる。急いでバスター、バンディットを逃がしちゃいけないよ。バンディットが列車の通勤の前を飛び越したよ。列車が通り過ぎるのを待とう。どこに行った？しまった、逆方向に行ってる。なんてずる賢い。追いかけてバスター。バンディットはサボテンに迷い込んでバスターから逃れようとしてる。トゲに気をつけてバスター、刺さるととっても痛いよ。あと少し。危ない。バスター大丈夫？大変、サボテンでタイヤがパンクしちゃった。どうしよう、タイヤがパンクしてちゃ追いつけないね。待って、この手があった。投げ縄。よくめがけてバスター。1、2、3。お見事、よくやったね。バンディットを捕まえたよ。パトカーのオーティスも来たよ。喜んでる。よし、バンディットはもう牢屋の中。バッジまでもらったんだね、保安官バスター。
わあ、冒険いっぱいの夢だったねバスター。楽しい一日を。夜が来てバスターのいとこのバンディットが泊まりに来たよ。ワクワクするね。まずはおやつの時間。ママが戸棚からクッキーを出すよ。バスターとバンディットはクッキーが大好き。1枚ずつ。はい、どうぞ。おいしい。ママがクッキーを元に戻すけど、バンディットは場所を覚えてる。バンディットとバスターは一緒に楽しく遊んで夜を過ごしたよ。でももう寝る時間。まだ起きてたいけど、ママがダメだって。バンディットに何か考えがあるみたい。みんなはぐっすり寝てる。あれ？どうしたの？バンディットが起きたよ。バスターも。二人はこっそり1階へ降りる。ああ、バンディットはクッキーを取るつもりだね。それはいけない。おっと、音が聞こえたママ、二人を見つけたよ。ママは二人にとてもがっかりしてる。クッキーを取っちゃいけなかったね。でも小さなバスたちはとても反省してる。言われた通り、すぐにベッドに戻ってる。次の日の朝、ママは二人に栄養満点の朝ごはんを作ったよ。バスターとバンディット、クッキーはもういらないね。とっても美味しそう。見て、バスのバスターだ。気持ちのいい朝。今日は何をするのかな。あれは何？種？うわぁ、バスターは野菜や果物を育てるつもりだよ。バスターは野菜畑に行って説明書を読む。まず種を植える穴を掘らなきゃいけない。バスターは土を掘り始めたよ。あらら、これじゃ時間がかかりそう。でも見て、ディグリーだ。ディグリーなら助けてくれるね。掘るのが得意だもの。友達をいつも助けてもくれるしね。ディグリーならすぐに穴を掘ってくれる。ほらね、もうできた。バスターは穴に種を植えてステップ2を見る。お日様、種が育つためにはお日様の光がいる。でもあらら、今日は曇り。でも見て、熱気球のモンティだよ。モンティならきっと助けてくれるね。モンティが雲を向こうにやってくれたから種から芽が出たよ。ステップ3。雨？またモンティの出番みたいだね。雲の上でジャンプして完璧。あとは種が育つのを待つだけ。何日も待つと植物は大きくなる。また天気のいい朝にバスターはカレンダーをチェックする。今日だ。見て、赤いトマト、オレンジのかぼちゃ、黄色いトウモロコシ、緑の豆、紫色のナスビ。よくやったねバスター。バスターが育てた色鮮やかな野菜や果物を見て、友達と一緒に食べられるね。バスターとママはハロウィンに向けてお家の飾り付けをしてる。でもかぼちゃが足りないよ。こっちでかぼちゃ売ってるみたい。バスターとおじいちゃんはかぼちゃを買いに行く。わあ、たくさんのかぼちゃ。バスターはこの大きいのが欲しい。おじいちゃんはかぼちゃに顔を彫ってジャックオランタンを作るよ。目、口、鼻。おや、バスターが何か見たよ。シーツ？うわあ、バスターがお化けのふりをしておじいちゃんを脅かしたよ。そのせいでかぼちゃが転がっていっちゃった。
そんな、道路に向かってる。ふう、ぶつからなかったね。急いで、バスターとおじいちゃんは逃げるカボチャを追いかける。バスター、あとちょっと。ああ、ディグリーが壁を作ってる。あらまあ、ディグリーはカボチャにびっくり。また転がってる。遊んでる場合じゃない、追いかけないと。かわいそうなおじいちゃん、息切れしてる。カボチャを捕まえるのはバスターにかかってる。急いで、カボチャは池に向かってる。バスターはカボチャに向かってジャンプ。さすがバスター。カボチャはちょうど玄関の外に。よかったね。ママもとても嬉しそう。バスターとおじいちゃん、お疲れ様。さあみんな、魔法使いバスターのお話が始まるよ。バスのバスターだ。魔法の森を走ってるみたい。でも待って、道の脇にあるこれは何？呪文の本だ。わあ、これを使えばバスターは魔法が使えるね。見て、町の広場にスカウト、テリー、ジェシーがいる。バスターは魔法を使ってみるんじゃない？さあ、何ができるかな。わあ、魔法使い帽子。バスターは本当に魔法を使ってる。バスターはテリーを手伝うのにどんな魔法が使えるかな。アブラカダブラ。わあ、花が伸びたよ。すごいね、魔法使いバスター。本の中には他にどんな魔法があるのかな。蜂の魔法。あ、見て、バスターはスカウトを蜂にしたよ。飛び回ってとても楽しそう。ジェシーも飛びたいみたい。どんな魔法がある？シャボン玉？いいね、ジェシーはシャボン玉の中に浮かんでる。よくできたね、魔法使いバスター。あ、見て、バスターはとても眠たそう。お昼寝の時間かな。あれれ、何か変だね。大変なことになってる。急いでバスター、全部元通りにしなきゃ。早くバスター。魔法は全部解けたね。でも友達はバスターのしたことに嬉しくなさそう。バスターは呪文の本を見つけた場所に戻してる。これで魔法使いバスターのお話は終わり。バスターとおじいちゃん、お買い物に来た。何でもある、たくさんある、スーパーへ行こう。
て、バスのバスターと車のスカートがサッカーをしてる。バスターがシュート、ゴール。よくやったね、バスター。さすが。わー、サッカーバスだ。大型バスのサッカーチームでプレーしてる。バスターにチームでプレーしないか誘ってる。でも、あらまあ、バスターは恥ずかしがってる。スカウトが説得して、バスターはやってみることにする。明日は大きな試合。スカウトはバスターのことを誇りに思ってるけど、バスターはまだ緊張してる。その夜、バスターはガレージですやすや寝てる。バスターはバスのサッカーチームでプレーする夢を見るよ。試合は始まったけど、あらまあ、バスたちのプレーは荒い。バスターがキーパーになる。守ろうとするけど、ああ、サッカーバスたちはがっかり。かわいそうなバスター。一生懸命頑張ったのにね。ただの悪い夢だった。でもバスターはチームでプレーすることがもっと不安。でもスカウトが精一杯応援するよ。バスターなら大丈夫。スカウトがわかってる。試合の始まり。ロビンが笛を吹いて試合が始まった。そんな、赤いバスが怪我をしたよ。もう試合ができない。バスターの出番。行くんだバスター、君ならできる。バスターがボールを蹴って試合が続行する。バスターはキーパーになるよ。青いバスがシュートして、バスターがブロック。よくやったねバスター、とても上手。やった、楽しかったね。学校の校庭での晴れた一日。バスターとスカウトは一緒にお絵かきをしてる。おっと、二人とも青いクレヨンを使いたいみたい。バスターが取ったよ。今度はスカウトが取り返そうとしてる。バスターとバンディットはみんなでできる楽しい遊びを思いついたよ。想像の世界へゴー。泥棒ごっこ。バスターとバンディットが泥棒になって、アッシュとスカウトは泥棒を捕まえる警察。はじめ、さあ追いかけて。バスターとバンディットは二手に分かれてる。おっと、バンディット行き止まり。でも待って、考えがあるよ。バンディットはどこに行ったんだろう。ちょっと待って、箱が動いてる。急いでアッシュ捕まえて。バスターがランプから飛び降りたよ。逃げろバスター。バスターとバンディットは逃げ切れるのかな。もう少しで捕まりそう。わあ、前を見て。バスターとバンディットは牢屋に突っ込んだよ。警察スカウトとアッシュの勝利。バスター、もうクレヨンを譲るとき。面白かった。なんて楽しい遊び。これでスカウトは絵を完成させられるね。バスターとバンディットはもう自由。みんな、とても楽しかったね。いや、バスターとディガー。大きな砂のお城を作ったね。カモメのサンディ、気をつけてサンディ。お城の上に泊まると。あらまあ、かわいそうなディガーとバスター。あっちへ行けサンディ、やんちゃな鳥。何を見つけたのバスター。砂から赤い色をした形が突き出てる。なんだろうね。さすがディガー。三角だ。いいもの見つけたね。ねえ見て、サンディが黄色い形も見つけたよ。円だ。まだ何かあるかなサンディ。もう一つ、これは青いよ。早く掘り出して。正方形だ。4つの辺があるね。
くさんの形がある。三角、円、長方形、六角形。サンディ待って。あ？またやっちゃった。うん、ちょっと待って。バスターは何か考えがあるみたい。バスターとディガーは形を集めてるよ。何をするんだろう。積み上げてる。タワーを作ってるみたい。あとは最後の一つをてっぺんに置くだけ。そうそう、バスター。そーっと、そーっと。完璧。すごいね。バスターとディガーは形を使ってタワーを作ったよ。なんていい考え。これでまた砂のお城に取り掛かることができる。見て、サンディが止まっても崩れない場所ができたよ。よくやったね、バスター。バイバイ、バスター。またね、ディガー。今日は雪が降ってる。バスターは外で遊ぶのが待ちきれない。雪で遊ぶのはとても楽しい。一番は、雪合戦。ディグリーとスカウトがチームになった。バスターはチームメートがいるよ。見て、バンディットだ。バスターのチームに入れるね。でもバスターとバンディットは仲が良くない。雪玉を投げるよ。バスターとバンディットは丘の後ろに隠れてる。バスターはこっちに行きたいけど、バンディットはあっちに行きたい。あらあ、意見が合わないね。チームに慣れてない。バスターは木の間を行ってる。でもスカウトに見つかったよ。気をつけて。あらまあ、バンディットはフェンスの後ろに隠れてる。バスターとバンディットはうまくいかないね。でも見て、スカウトとディグリーは協力し合ってる。そうそう、バスターとバンディットは勝ちたいならチームとして協力しなきゃ。ミュン、行くよ。やったね。これこそ雪合戦。チームで協力するともっと楽しいね。今雪玉を投げたの誰？おじいちゃん？そうだね、数が多いともっと楽しいね。バスター、ドライブにはもってこいの日だね。空には雲一つないよ。バスターは橋を渡る。待って、気をつけて。バスター、橋にひびが入ってる。そんな、橋が崩れちゃった。最悪の事態。橋がないとみんな川を渡れない。でも待って、バスターは何かを見つけたよ。木の板とテープ。バスターに考えがあるみたい。何をしてるんだろう。見て、バスターはたくさんの木の板をテープでくっつけたよ。よくできたね。ああ、木がバラバラになっちゃった。これはダメみたいだね。でも待って、誰だろう。蒸気船のカトリーナだ。手伝ってくれるかな。カトリーナとバスター2人一緒なら橋を修理できるかもしれない。よくやったね、カトリーナ。これでバスターは木を使って橋を直せる。あれ、トラクターのテリーが川を渡りたいみたい。待たなきゃいけないことに怒ってるよ。心配しないで。バスターとカトリーナがチームになって協力すれば橋はすぐに直せるよ。バスターは橋を少しずつ修理してる。もっと強い橋になるね。しまった、バスターは川に板を落としちゃった。それでも修理は進んでる。もう少し、橋はもうちょっとで完成するよ。できた、最後の板。お疲れ様。これでテリーは無事に川を渡れるね。バスターとカトリーナ、よくできました。チームで協力すると楽しいね。二人のおかげで橋は真新しく見える。
ちはバスター。泥の水たまりで楽しそうに遊んでるね。あちこち泥だらけだよ。これは誰かな。テリトラクターだ。バスターよりは慎重みたいだね。バスターは水たまりの中を走ってとても楽しそうだね。危ない。テリトラクターの方に向かってる。ああ、危なかったね。気をつけてね、バスター。水たまりは滑りやすいよ。あらま、テリトラクターが少し怒ってるみたいだよ。また行ったよ。今度は注意して走ってね、バスター。危ない。あらま、バスターがハマっちゃった。おっちょこちょいだね。どうするんだろう。日が暮れて暗くなってきたね。バスター大丈夫だといいんだけど。みんな見て、テリトラクターだよ。助けに来てくれたんだ。でもちょっと不機嫌そうだね。テリーお願い、バスターを助けて。押してあげるだけでいいから。できるかな。1、2、それやった。ありがとうテリー。やれやれ、テリートラクターがいてくれて本当によかったね。バイバイテリー。バイバイバスター。一日の始まり、バスターは学校へ行く時間。ディグリーだ。二人は一緒に学校に行くよ。学校まで競争。ビューン。どっちが勝つかな。わ、道路に小さなアヒル。気をつけないと。アヒルのママだ。子供たちと一緒に道路を渡ろうとしてる。危ない。テリーが来たよ。先生も来たよ。困った。ふう、ありがとうディグリーとバスター。アヒルの親子は無事に道路を渡れるね。そっか、あの池で泳ぐんだね。そんな、アヒルの子供が道路に戻っていってる。さすがバスター。アヒルたちは道路の上を渡ってるね。バスターとディグリーはみんなが安全に渡れるよう手伝ってあげてる。アヒルのママも渡るよ。お手伝いよくできたね。でもテリーと先生は遅刻しないよう早く進みたい。でも待って、バスターに考えがある。あれれ、ペンキで何をしてるの。虹色のしましま、標識まで。アヒルの横断歩道だ。これでアヒルの家族はいつでも安全に道路を渡ることができるね。先生が来た。二人に急ぐよう言ってる。遅刻しないよう、もう学校に行った方がいいね。みんなよくできたね。とても晴れた日。見て、イグリーとシージェイがいるよ。シージェイのミキサーに水を入れてる。何してるんだろう。見て、バスターとスカウト。ふう、なんて暑い日。涼しくする方法はないかな。うわ、ディグリーとシージェイがいろんな色の水風船を作ってる。バスターとスカウト、何か思いついたみたいだね。二人はディグリーとシージェイを水風船の遊びに誘ったよ。準備はいい？スタート。バスターとスカウトは何するつもりだろう。見て、ディグリーとシージェイが二人の後についてきたよ。バシャ。ああ、スカウトに当たっちゃった。撃中。面白くなってきたね。茂みに隠れてるのは誰だろう。スカウト。危機一髪で避けたね。さすがスカウト。シージェイの2度目の挑戦。見て、バスターが来たよ。バスターは後ろからシージェイに風船を投げる。急いでバスター。しまった。シージェイとディグリーはバスターとスカウトを隅に追い詰めたよ。何をするつもりだろう。あ、
傘だ。バスターにいい考えがあるね。CJとディグリーは狙って投げる。でもバスターは傘でブロック。とてもいい考えだね、バスター。そんなディグリーと CJ がまた風船に水を入れてる。うわぁ、なんて大きな風船。バスター、困ったね。うわぁ、さすがバスター。とても楽しかったね。バスターだ。起きる時間。とても天気がいい日。見て、ママがバスターに朝ごはんを作ってくれたよ。ジャムトースト、バスターの大好物。おっと、バスターはおもちゃを踏んじゃった。大丈夫、ママのキスでよくなるよ。ほらね。バスター、外にサッカーをしに行くよ。楽しそう。バスターは公園でスカウトと遊んでる。ナイス、スカウト。でも、しまった。サッカーボールが木にはまっちゃった。でも見て、ママがボールを落としてくれたよ。さすがママ。これでまた遊べるね。これは何？ママとバスターは絵を描いてる。一緒に絵を描くの楽しいね。見て、お日様に顔。でもあらまあ、バスターは眠たい。とても忙しい一日だったね。もうバスターの寝る時間。まずママはバスターにお話を読むよ。あらまあ、おやすみバスター。ママと遊んだ一日、とても楽しかったね。ママはやっぱり世界一。わあ、バスターは友達とハロウィンのトリックアトリートをしたんだね。バスターはバケツの中にたくさんの美味しそうなお菓子を持ってる。おじいちゃんが甘いものを一度にたくさん食べちゃいけないって注意してる。バスターは自分の部屋へ。誰も見てないから、お菓子を好きなだけ食べてる。痛い。とっても痛かった。 あらまあ、バスターの歯がグラグラしてる。どうしよう。ママがバスターを呼びに来たよ。夕飯の時間。でもバスターは歯を隠してる。誰にも知られたくないんだね。夕食ができた。たくさんの美味しそうな野菜。でもバスターは食べたくない。ママはバスターがどこか痛いことに気がつく。バスターはママに歯を見せる。おじいちゃんは何をすればいいか知ってる。バスターにトウモロコシをかじるように言うよ。見て、バスターの歯が抜けたよ。痛くなかったね。バスターはもう元気。もう寝る時間。ママはバスターに抜けた歯を枕の下に置くように言うよ。寝てる間に歯の妖精が取りに来るんだって。次の日の朝起きたバスター。うわー、大きな金色の星。バスターは誇らしげに星をつけるよ。歯がグラグラしても心配いらないってもう分かったね。やあバスター、また楽しい一日になりそうだね。あ、バスのバンディットだ。気をつけてバスター、ぶつかっちゃう。待って、どうしちゃったの。空中に浮かんでる。すごいねバスター。ん？飛べるんじゃない？
わあ、スーパーヒーローになったね。とっても速い。スーパーバスターだ。ヤッホー。なんだろう。パトカーのオーティスだ。トンネルの中で何を探してるのかな。あ、バスのバンディットだ。何してるんだろう。また悪さを働いてるね。しまった。バンディットは石を落としてオーティスをトンネルに閉じ込めたよ。バスター助けなきゃ。バンディットを逃がしちゃいけない。あの石はとても重そうだね。大丈夫バスター、君はスーパーヒーローだからきっとオーティスを救えるよ。目から光。わあ、レーザービームだ。よくやったねバスター。オーティスはもう自由。さあ、悪者のバンディットを捕まえて。いたよ。また悪さをしてるみたい。気をつけてスカウト。かわいそうなスカウト。スーパーバスターが来たからにはもう逃がさない。バスター、バンディットをやっつけるんだ。スーパーバスターにはバンディットも及ばない。きっといたずらをやめるはず。バスター、あとはスカウトを池から助けるだけ。バンディットを見て、池にはまってる。ああ、ただの空想だった。先生は呆れてるね。